はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日日曜日でございます。あんまり食欲はないんですが、お寿司ならまあ食べれるかなということで、本日お寿司にしたいと思います。今日はね、魚こちらですね、カツオ、398円ってね、税抜き価格でね、税込みで430円ぐらいか、安かったので、これをお寿司にしたいなと思っております。あと、あのこちら、あの舞茸のお吸い物です。まあそんな感じでね、あのお寿司と舞茸のお吸い物でお夕飯にしたいと思っております。はい、あのすごい綺麗なカツオですね。はい、ちょっと軽くね、血合いだけ取り除きたいと思います。ちょっとあの血合いだけはね、あの 生臭いからね。もうではもうちゃちゃっと握っちゃいます。カツオの握り完成です。ではお寿司いただきましょう。やっぱね、寿司だね、寿司がいいよね。親父譲りの寿司好きでございます。子供の頃よく、ね、出前取ったんだよ。じゃあ何だったかな、ヤマキとかいうお寿司屋さんだったかな、なんかよく出前取って食わしてもらったね。さてさて、ではまた頑張りましょうね。はい、乾杯。ああ、素晴らしい。ではではお寿司いただきましょうね。カツオのおにぎり、もっとすごい綺麗な画像なんですよ、これ。いただきます。抜群にうまい、これは素晴らしい。なんで今日あんなに安かったんだろう、カツオ。うん、血合いちゃんと取り除いてありますから。もう目つむって食べたらマグロみたい。舞茸のお吸い物ものを、香り松坂、味しめじだっけ言うけど、舞茸も美味しいね。
素晴らしい、我ながら素晴らしい。このカツオっていうのは7月ぐらいから脂が乗り始めて美味しくなるそうですね。今日は6月27日だからもうそろそろいいカツオですよ。ほんと美味しいですよ。うん、なんかコロナの影響でさ、貸し切りバスの会社が237社まあ簡単に言うと事業を休止するというか廃止というか、いやまあ倒産だわねっていう状態になった。237社だからね、仮に1社に10人従業員がいたとしても、これでさ、ね、2370人が職を失ったってことだから、これは大変な数字だ。なんか、コロナになる前にさ、駅前でさ、なんか日本共産党の人たちがさ、企業がさ、内部留保を蓄えすぎだみたいなこと言って、すごい否定してたのよ、それを。でもコロナになって生き残った企業っていうのはあれだよね、内部留保を蓄えてた企業だからね。こうやって寿司なら食えるってことはやっぱ年だな。もうぶっちゃけて言うけど、もしかしたらよ、なんか最近更年期障害かなと思うんだよね。わかんないよ、そりゃわかんないけどさ、いろいろと調べるとさ、なんかいろいろとなんか当てはまるというかさ、身に覚えがあるっていうかさ、更年期障害かな、まあ、でも自分ではそうとは思いたくないみたいな。美味しかった。お腹いっぱいになった。今日なんかもうこんだけお寿司食べたらもうワンコインですよ。500円で済んでますよ。美味しかった。今日もお腹いっぱい食べれてよかったよ。ほんと。それではごちそうさまでした。またお会いしましょう。さようなら。